皆さんこんにちは、シンクと申します。ただいまのお日にち時刻はですね、2023年のちょっとこちら映しますね。はい、2023年の3月26日の1時過ぎなんですけれども、これパソコンの右下のところのねタイマーを映させていただいております。はい、なんですけれども、任天堂 e ショップですね、 3DS と Wii U の、終了の2日前日曜日のお昼頃になっております。あれからね、何が増えたのかなと、せっかくなんでね、ゲームのセールの情報をね見ていきたいなと思いますね。多分めっちゃ短い動画になると思いますけども、よろしくお願いいたします。はい、ってことで任天堂のこちらですね、ゲームのソフトのキャンペーン、セールキャンペーン情報を見ていきましょう。一番トップはねスイッチになっておりますので、ここちゃんと切り替えてください。まずはじめに Wii U から見ていきましょう。Wii U は、1001、あれが増えてから、この間の動画からですね、増えておりませんね。ちなみに、こちらのね、1001とか、あと、アイザック伝説とか、こちらはですね、今日までのセールになっております。26日の今日のね、12時で終わってしまいますので、気になる方はね、ぜひとも今の間に買ってみてください。そしてもう一個ですね、3DS は、増えてますね。少しだけ増えております。これはでも2、3日前にはもう増えておりまして、Twitter でも一応ね、報告はさせていただいてたんですけども、増えておりますね。一番最終がね、ここでしたね。前動画にしたのは1001のところからだったので、イカちゃんとかですね。そっからですね、ドーパミック、モエロプロ野球、メゾンド魔王、鋼鉄帝国かな、鋼鉄帝国、まあ、読み方がわかんない、クリーピングテラーか、クリーピングテラー安くなってんのか、クリーピングテラーと、奇世界人形アトリエデコドールコレクションと、エルミナージュゴシック 3D リミックスかなと、エルミナージュの息なんていうのこれわかんない、読み方がわかんなかったが、追加されております。ということで、ちょっと一個ずつ見ていきましょうかね。はい、ってことで見ていきましょう。エルビナージュですね、こちらが5000円のところ1000円引きの500円で出ております。和風 3D ダンジョン RPG となっております。ちょっと気になるね、これはね。ちょっと今日すいませんね、子供たちが賑やかなもので申し訳ございません。子供たちの声がちょろちょろ入っておりますけど、気にしないでください。これ面白そうですね。 RPG なんですね。ふんふんふん、ちょっと気になるな。続いてこちら、エルミナージュのゴシック 3D リミックスってことで、こちらは、1800円が1000円引きの800円になっているそうです。さっきのあれ、さっきもエルミナージュだよね。エルミナージュゴシックは何が違うのちょっと、あ、でもそっか、さっき 3D 和風って書いてたから、こっちはダンジョン RPG なんですね。物が違うのかな。うん、メーカーさんは一緒なんで、もしかしたらなんていうのかな、世界観が違うのかもしれないですね。続いて、奇世界人形アトリエデコラドールコレクションでございます。ほうほう。ほうほう。あれだね。普通に、なんていうの、かわいい奇世界人形なんだろうな、これ。なんて言っていいか分かんなかった、今。なんて言ったらいいのよ、こういうの。奇世界遊びの。あー、なるほどね。幼女系ゲームと言っていますかね。やってないなー。すごい。メインターゲット、10代から30代の女性となりますがって書いてるね。へー。アイコンをタッチするだけで楽しい。小さなお子様でも楽しむことができます。10代から30代か。なるほどな。一応入ってはいるんだけどさ、遊ばんな。お人形さんごっこみたいな、あんまやってこなかったからかな。ままごとは好きなんですけどね。こちらが500円から400円引きの100円になっているそうです。なるほどな。プリンセスになれるのかな、これな。続いて、こちらでございます。クリーピングテラーですね。はい。古びた屋敷で繰り広げられるということで、これホラーゲームになっているはずでございます。サバイバルアクションってなってるわ、あれ。サバイバルアクションゲームですね。横スクロール系のホラーゲームになっているそうですね、確かね。で、こちらなんですけども、
なんだっけコープスパーティーじゃないわなんだっけ忘れちゃった、あれに似てるんですよね、絶対出てこなくなった、コープスパーティーじゃないんですよまあいいや、こちらはですねお安くなっておりますね、残念ながらちょっと今見えないんですけど、私これね購入してるんですよ、はい、購入してるんでちょっと画面戻しますね、はい、990円が、500円ぐらいかな、400、500、500ちゃうね、400、半額かな、50%オフかな、495円オフの495円になっているそうです、はい、クリーピングテラーね、やりたいなと思っております、私もね、購入させていただきました、これね、面白そうですよね、名前なんだったっけな、プレイステーションにあるゲームなんですけどね、忘れちゃったわ続いて、鋼鉄だよね、鋼鉄の帝国、合ってる、鋼鉄の帝国でございますね、伝説のシューティング、シューティングなんだこれ、へえ、シューティングゲームになるそうですね、本当だ、シューティングゲームだわ、2D 横スクロールシューティングになるそうです、こちらがですね、864円から432円引きの432円で売られているそうです、ベカさん、メビウスですね、これもメビウスだよね、ここは、あ、ここもメビウスなのか、なんでなんかちょっと中途半端な値引きなんだろうか続いてこちらでございます、メゾンド魔王でございます、こちらもね私シンク買わせていただいて、ちょっともともと気にはなってたんですよ、勇者がなんだこっちは生活がかかってるんだっていうことで、魔王がマンションをねちょっと経営しておりまして、そこにね自分の配下にある部下たちを住まわせまして、で勇者のところに出向くという、で帰ってきてここで寝るという、まあ、宿みたいなことをねするんですよ、で賃貸払ってくれて、居心地が良かったら賃貸とかずっと払ってくれるんだけど、居心地が悪かったら出ていくみたいな感じの本当にねシュールなゲームでございますね、はい、シミュレーションタワーディフェンスゲームになっております、で定期的にねやっぱりね魔王側なんで勇者がね襲いかかってくるんですよ、でちょっとこれ気になってて安くなんないかなと思ったけど安くなりましたね、うん、はい、こちらね、定価864円なんですけれども、564円引きかなされておりまして、300円で売られているそうです、ちなみにメゾンド魔王はこれセールで買ったんですけど、こっちねクリーピングテラーは私通常の定価で買ったんでね、これもうちょっと引っ張って待っときゃよかったかなとちょっと思ってますね、続いて燃えろプロ野球20116でございます、燃えプロですね、私燃えプロは赤いやつが知ってるんですけど、またちょっと違った燃えプロですね燃えプロを知らないな、バントでホームランを打ってバント合ってる、伝説の野球ゲームがさまざまな要素を追加して登場ということで、燃えプロなんですね、合ってるんだよねこれ、もともとの燃えプロなんだよね、うんジャンルすごいね、ジャンル燃えプロって書いてるわ、すごい、見て見て、ジャンル燃えプロジャンル燃えプロはちょっと面白い、はい、432円が332円引きの 100円となっておるそうです、はい、なので燃えプロ好きな方はぜひとも買ってみてはいかがでしょうか、最後ですね、ドーパミックスでございます、あれメーカーさんこれ違う、 G モードさんですね、メーカーさんがちょっと違いますね、ドーパミン全開ということで、快感系ミックスチャーゲーム、ミックスチャーゲームって何全然想像つかんのだけど、わかんないや、快感系サウンドアクションだそうですね、ドーパミンをこうファンって出る感じ、まあ、でもそうなんだよね、ドーパミンだからね、そういうことなんだろうな、全然想像つかんのだけどなはい、こちらですね630円が315円引きの315円になっているそうです、ということでいかがだったでしょうか、前回のねセールの内容から8個ほど増えまして、そちらをねちょっと1個ずつ見ていきました、皆さんいかがだったでしょうか、気になるタイトルはございましたでしょうか、個人的にはねメゾンド魔王とクリーピングテラーは私個人的には気になっておりまして、購入はねさせていただいているんですけども、その他のやつでもね皆様の中でヒットするものはあるかなと思いますので見てみてはいかがでしょうか、エルミナーシュあたりはね安くすごいお買い求めしやすい価格になってるのかなと思います、本当にね残り日数短いでございますね、28日まででございます、あ、ちなみにこちらのね、タイトルすべてで、ね、3月28日の終日までセールになっておりますので、お買い逃しのないよう
よろしくお願いいたします。逃してたら任天堂 e ショップ自体も消えちゃうんですけども残り本当にね数日でございますんでね、駆け込み、最終駆け込み皆様あると思いますが、いろいろ試してみてください。それではこちらの動画良かったなと思いました、ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもはゲームの実況生放送メインで行っておりますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではではまた次回の動画か生放送、もしくはね情報とか、購入品とか出しております Vlog の動画見に来ていただければなと思います。ではではまたね、バイチャオー。